はいみなさんこんにちは歴戦人講師小木原です。えー、ただいまからこの講座紹介します、えー、不動産登記の記述強化講義編というまあ、不動産登記だけなんですけど全4回で一応演習問題の形式になってますが採点はしませんで何やるのかって言うと。 えハイレベルな論点、これを皆さんにご紹介したい。で、単にハイレベルっていうだけじゃなくてね、過去の本試験で出題されてる、なんなら繰り返し出題されてる論点なんだけれども、皆さんがですね、単に知識だけで解いていて、そのバックボーンの理論、ここをですね、普通は理解してないっていうものがあるんです。 えー、例えば、公正陶器なのか移転陶器な,なのかの区別をですね、洗礼などの知識に基づいて行っているとか、それからですね、まあ、あの今、第2回目までね、えー、作成作業進んでるんですけど、1回目がね、これなんですよ。 あの破産不動産の2売却ですね、平成20年で1回出題されて、不動産登記の、えー、記述の点数ゼロでの合格者が続出した年なんですけれども、これがもう1回出題されたときに、ちゃんと理解して、えー、答えることができるのかで、なんなら同じ問題ではなくて、違う聞かれ方をした場合に対処ができるのかということです。でえー、一応、問題形式になってましてです、ねえー、問題を解けばいいんですね。 問題解いても解かなくても講義で全部やりますから解いてから講義聞いていただいてもそうじゃなくてもどっちでもいいんですけどで問題形式になってますんでそれは回答があるわけですよで回答があるだけじゃなくて普通に記述討論るかのように解説があるんですがこの解説が通常よりもまあ詳しく作ってあります、ね、中身をやるわけじゃないですけどね でねその第1回目の時の資料こんだけありますまあコピーが主なんですけどこんだけあります2、えー、回目の方まあこれ今まだ作成作業中なんですけど求償券担保の提答券これだけちょっと中身ご紹介してみましょうかせっかくですからあのねこれよーく質問があるところなんですけど答えだけ先に見てもらおうかな 通常の答弁じゃないから先に答え見しちゃっていいと思うんですけど、えー、1件目がね主たる債務を担保する抵当権で同じ債務の保証人委託を受けた保証人の求償権を担保するのがこれが2件目の申請になってるんですけど、えー、どこに着目するべきかというとですね、えー、主債務の債権額1000万なんですねで利息と損害金の役定あるんですよ。これに対して これを保証している保証人の求償権ですよ。の抵当権が債権額が一千百万で、利息なしの損害金。で登記するんです。これ実務上、普通によくあるんです。で皆さん、雛形ご存知のはず。え、当然ですけど、その普通のね、主債務を担保するための抵当権の雛形って言ったら、あ、これとこれとこれ。 登記事項はこれ添付情報はこれで、ここに注意して回答すればいい。登記原因の書き方はこうだってわかるしえー、求償権を担保する抵当権です。よって言われた場合でも、添付情報から申請情報から登記。討議原因の書き方から注意事項から全部わかるはずです。わかるはずなんだけど、なんでこういう違いが出るのっていう話です。同じ債権なんですよ。まあ同じ債権とか主催も一緒なんですよ。 で主たる債務を担保する定当権とそれからその債務の保証債務に基づく求償権を担保する定当権でなんでこういう違いが出てくるのか、えー、ここをですねきちんと皆さんに理解していただこうということですでこれだけじゃなくて設定だけじゃなくてこの後、まあと民法改正ありましたけど大弁済ですねなくなったわけじゃないから大弁済による移転登記って一体なんでこの場合どういうふうに処理をしていく必要があるのかを 民事執行の部分ままで含めて、えー、考えますでそれから最終的には抹消ですね、えー、この主債務の抵当権、どうやって抹消していくので、えー、大弁済が行われた後の抹消ってどうなるの、えー、それから求償権担保の抵当権の抹消はもう定型論点だから皆さんご存知だと思いますけれども、比較したら何がどうなっているのかと。 いうことをで、すすね、えー、全部皆さんに理解していいただここううということですでそのためにね、まあ大変なんですよ、2回目の方ね、もっと資料多くてこんなあるんですよ。ほ、まあ、他にもね、これ、あのあんまり大きく見せられないんですけど、私が持ってる文献と私が持ってない文献もたくさんありますんで、えー、こんだけ全部読んでるんです。で、だからね、皆さん、この講座を受けていただくと、 これだけ資料を読んだのと同じだけの学習効果が手に入るって思ってくださって結構です私が全部読んでますでその上で、えー、ですね、えーまあ、書き写すわけにはいかないんですけどここで何がどうなってるのかっていうのを解明した上でで、えー、それをもとにですね問題の作成と解説を作ってるということですねまあちょっとこれもねパーッと見ましょうか え解説ですね、うんとまあこの辺りからまあこのこの大きさで見たって何書いたのか分かんないですけどね。っていう感じで通常の当連の解説よりはだいぶ詳しいです。えー、っとね例えばねその求償権のところなんですけど <laughs> えまずまあこっちがいいのか。うんと定等権の 事項って何で債権額って一体あちっっちちゃいな再建額って一体何なのかさらには利息損害金が登記事項であるっいうのは一体何か登記事項だっいうのは皆さんよくご存知で、えー、あるわけですけど利息って何で損害金って何っていうのが分かんないとなんでその急償権の時に利息登記事項になってないのが普通なのかというのが分かんないわけですよ。で 抵当権において利息と損害金がなぜどうやってどうして登記事項で一体それは何なのかっていうのを踏まえた上で「求償権って何?」というところをですね、えっと、何ページだっけな3ページくらいかなで、えー、書いてあるんですよ。このボリュームで3ページ分の解説がありますでその上で求償、えー、権を担保する抵当権の利息とか損害金って一体どういうふうに考えていけばいいのかというのを全部検討した上で 結論とということになるわけねだからこのくらいいるんですよ、ね、これを皆さんが自分でやれというのではなくて、えー、この講,講義を、ね、聞いていただくことによってこのくらいの学習をしたことになるこれだけのボリュームの、ねえー、資料を読んで理解したことになるという学習効果を狙ですねぜひ受講していただければと思います。